快音も負けてない先発フルで強豪を完封してみせる。日本代表ゴールキーパー鈴木快音がパルマ加入後初となる先発出場を果たし、クリーンシートを達成した。今夏新都トロイデンから完全移籍で加入した鈴木は、二重化に行われたプレシーズンマッチのアントワープ戦、2-1、に途中出場で実戦デビューを果たすと、29分間のプレーで無失点を達成。8月17日のセリエ A 開幕スタメンに向けて準備を進めている。そうした中、鈴木は27日に開催されたトルコの強豪、ガラタサライとのプレシーズンマッチに初先発。パルマ加入後初のフル出場で2-0の完封勝利に貢献した。この活躍には現地からも落ち着いており堂々としたパフォーマンス。セービングだけじゃなくてキックも魅力。パルマの新守護神だ。これはいい買い物だった。彼は今季のキーマンかもしれない。最高の買い物だった。など多くのポジティブな声が上がっている。今後パルマは、31日にハイデンハイム、8月4日にアタランタとプレシーズンマッチを開催。同11日にコッパ、イタリア1回戦でパレルモと当たり、同17日のセリエ A 開幕戦でフィオレンティーナと対戦する。ゴールキック1本でチャンス作れるのがすごい。相手のペナの手前まで飛ぶんだもん。精度もいい。普通に日本初のセリエ A ゴールキーパーの降参が高いでしょう。あと、パルマのサッカー面白い。国母の裏でザイオンもしっかり活躍しててワロタ。日本のゴールキーパーはあと10年安泰です。ガラタサライに無失点は普通にすごいだろ。スタメンも硬そうだな。セリエ A で日本人ゴールキーパーがレギュラーはすごい。1年後、国母もこの地に来てそうだなう。中田秀以来、パルマの象徴になってほしいわ。ザイオンも頑張れ。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。